はいどうも、めチャンネルです。本日はですね、マリオットボンボイとキャセイパシフィックの相互ステータスマッチのですね申し込みが開始となりましたので、そちらの内容についてご紹介していきたいなというふうに思います。マリオットボンボイのですねゴールドエリート以上であれば申請は可能なんですが、ゴールドエリートだとですねすぐステータスをね付与してもらえるというわけではなく、えー、プラチナエリート以上であればですねキャセイパシフィックのシルバーステータスをね獲得していただくことができますので、そちらの内容について ご紹介していければと思います。ゴールドエリートの場合はどうなのっていうのもね、えー、触れていきたいなというふうに思います。キャセイパシフィックのシルバーステータスを獲得することによってですね、ビジネスクラスのカウンター、ビジネスクラスのラウンジなどね、ご利用していただくことができますので、まあ、もしね、香港とかあのご利用する予定がある方はね、ぜひ最後まで見ていただけると、よくね、えー、理解できるんじゃないかなというふうに思います。じゃあね、早速内容の方入っていきたいと思います。 行ってみましょうはいそれではですね、まずはこちら、キャセイパシフィックのホームページとなりまして、会員特典の、えー、ご紹介をしていきたいなというふうに思います。えー、まずですね、まず前提としまして、マリオット・ボンボイの会員であること、あとはですね、キャセイパシフィックの会員のね登録をしていただく必要がございますので、えー、会員ステータスの特典としましては、グリーンから始まって、シルバー、ゴールド、ダイヤモンドとございます。で先ほど申し上げたとおり、シルバーステータス以上でですね、 この通りビジネスクラスラウンジの利用だったりとかビジネスクラスカウンターでのチェックインができるようになってきますので、まあ、シルバーステータス以上あればですねラウンジを堪能していただくことが、ね、できるんじゃないかなというふうに思いますでこちらはです、ね、先ほど申し上げたようにマリオットボンボイのプラチナエリート以上であればシルバーステータスを付与していただくことができるねステータスマッチとなっておりますのでぜひ、ね、内容を見ていきたいと思います はいではねこちらがですねマリオットボンボイとキャセイパシフィックのステータスマッチのね申請ページとなっております充実した特典で出発マリオットボンボイゴールドエリート会員以上および火星シルバー会員以上は 当社の優先パートナーシップを通じて両方のプログラムを強化された特典をお楽しみいただきます。サインインして資格のあるステータスと特典を確認してください。ということでございます。これね、マリオット・ボンボイとキャセイ・パシフィックは確かですね、2022年の10月頃にですね、マリオット・ボンボイのポイントが、えー、キャセイ・パシフィックのマイルにね、えー、変換していただくことができるようになってからですね、まあ、パートナーシップを結んでいるというような状況ですね。で、この度ですね、 双方のステータスを利用してステータスマッチができるようになったということとなっておりますはいではねサインインページの方飛んでいきたいと思いますはいまあこのようにね飛んでいただくとサインインのページとなりますのでこちらねご自身のマリオットボンボンのアカウントにねログインしていただければと思いますはいでログインしていただきますとね私の場合もね登録済みでございますので えー、このようにですねエラーが生じてしまいましたというふうに出てきますけれども通常、ですねサインインしていただくとですね、はい、こんな感じでですねページが出てきましてもう本当にねこちら紐付けをしていただくだけでですねあのステータスを付与していただくことができるというふうになっております、えー、キャッセイゴールドステータスへの加速ということでありましてですねプリファードパートナーシップの利用規約に同意しますということでアカウントをリンクしていただくことによって マリオットボンボイのゴールドエリート保有の方であれば150ステータスポイントですね獲得していただくことによってシルバーステータスを付与していただくことができますしプラチナエリート以上の方であればシルバーステータスをね、獲得していただくことができてさらにですね1年間のうちに 300ステータスポイント、通常は600ステータスポイント必要になりますけど、半分のです、ね、300ステータスポイントを獲得していただくことによって、ゴールドステータスを、ね、獲得していただくことも、なんとね1年間できるというステータスマッチ、ステータスチャレンジとなっております。 はいでこちらがですねセーパシフィックのステータスポイントのね説明ページとなっております、まあ、通常はですね、まあ、グリーンはねあのー、作成していただくだけでもうグリーンステータス獲得していただくことになるんですけれども、えー、シルバーステータスが通常は年間でですね300ステータスポイント、えー、必要となりますゴールドは、ね、600ステータスポイントとなりますので今回ねステータスマッチしていただくことによって半分の、えー、ステータスポイントで、えー、ステータスをね獲得していただくことができるようになっております 重複しますけれども、マリオットボンボイのゴールドエリート保有の方はですね、えー、こちらの年間、通常300ステータスポイントが必要になりますけど、150ステータスポイント獲得していただくことによって、 シルバーースステータスを、ね、獲得していただくことができますなので、ゴールデンエリートの方はですね、登録しただけでステータスを付与されるっていうことではなくて、150ステータスポイントをね、えー、頑張って稼がなければいけないというような条件となりますので、まあ、今回ね、目玉となるのはやっぱりマリオット・ボンモイのプラチナエリート以上の方ですね。 まずね、シルバーステータスを獲得していただくことができて、かつ1年間で,ですね通常600ステータスポイントが必要になるところ、300ステータスポイント獲得していただくことによって、ゴールドステータスをね獲得していただくことができるというふうになっております。 はいでこちらですねステータスポイントどうやったらね稼ぐことができるのかということでねちょっと調べてみましたまあ、ちょっとね簡単に調べた程度なんですけれども、えー、大阪のですね関空から香港に飛んでいただく場合です、ね、エコノミーに飛んでいただくと、まあ、フレックス料金でですね20から30ステータスポイントが必要となりますので通常であれば5往復必要になったりとか場合によってはねポイントによっては7往復半、えー、していただくことでようやくで。 300ステータスポイントを獲得していただくことができるので結構ね厳しいこれは無理にねあの頑張る必要はないんじゃないかなというふうに思いますちなみに参考までにですね香港でしか発行はされておりませんけどもキャセイパシフィックのマスターカードをね利用していただくと対象となるお取引50万香港ドルに対して最大100ステータスポイント50万香港ドルってねえ1000万ぐらいになるのかな結構長くこれでようやく 100ステータスポイントって、このクレジットカードもなかなか厳しいですよね。はい。まあ一応ね、こんな感じでステータスポイント獲得していただくことができるので、まあゴールドエリートの方がね、150ステータスポイントでシルバーステータスを獲得できるんだっていうのはちょっとあまり良くないかなと思いますので、やっぱりね、プラチナエリート以上の方が、 えー、ステータスを保有されてなければね登録してみていただくのがいいんじゃないかなというふうに思いますはいでちなみにですねこちらラウンジのご利用対象者ということで、まあ、ファーストクラスを、ね、利用していただくとファーストクラスのねラウンジが利用できるようになってますよということであったりとか、えー、ビジネスクラスを利用の方は、えー、ファーストクラスラウンジは利用できないけど当然ねビジネスラウンジを利用していただくことができるよということであったりとかあとはねキャセー会員ですね先ほどのこのステータス シルバー会員以上であればビジネスクラスのラウンジをね利用していただくことができます。ラウンジパスにつきましてもねこちらシルバー会員以上であればですね旅行の同行者までですね利用していただくことができるということが書いてございます。まあ、ただね、ね JAL グローバルクラブですね、まあ、JAL の上級会員で JGC を発行した方であれば、ですねこのワンワールドサファイア会員であってもですねビジネスクラスの出発ラウンジ利用していただくことができますので、 あのーまあ、JGC をお持ちの方であればですね、まあ、特に登録していただく必要はないかなとは思いますけど特にですね JGC も保有されてなくて香港に、ね、行く予定があってキャセイパシフィックの便を、ね、利用される方であれば特にマイナスになることはありませんので、まあ、登録していただいてですねラウンジを利用していただいたりとかねしていただくことができるのでまあ、登録していただくのはねいいんじゃないかなという,ふうに思います。 はいいかがでしたでししたょうかまあこんな感じでですねマリオットボンボイとキャセイパシフィックの相互ステータスマッチがね え、できるようになっております。まあ、特にね、今お話はしてないんですけど、キャセイパシフィックのですね、シルバーステータス以上の保有されている方であれば、マリオット・ボンボイのね、ゴールドエリートに逆にね、えー、ステータスマッチしていただくこともできますので、ま、あ今ね、この動画見ていただいている方で言えば、キャセイのステータスはあるけど、マリオットのステータスないよっていう方はあまりいらっしゃらないかなというふうに思いますので、まあ、特にそちらの方は触れておりませんけれども、まあ、あマリオット・ボンボイのね、プラチナエリート以上を保有されていて、まあ、JAL グローバルクラブ、JG GGC をね、ね保有されれていないな方であればであばす、ね、ぜひ登録していただいてですね、香港等を、ね、計画されているということであれば、ぜひこう活用していただくのがいいんじゃないかなというふうに思います。まあ、当然ですね、まあ、GGC ねあのお持ちの方であってもですね、まあ、登録していただくのはね全く問題ないと思いますし、ちょっとね、私も紐解いてあの全てを、ね、網羅しているわけではないんですけれども、えー、キャセイパシフィックの会員でないとね、受けられないサービスなどもひょっとするとね、 あるかもしれません、うん、ちょっとねそこら辺までは今ね確認不足で、えー、申し訳ございませんがまあショッピングダイニングでのマイルドの特別レートがあるとか、まあ、そういったのは、ね、使えるのかな、うん、特典交換を購入によるラウンジ利用だったりとかどうなんでしょうねまあ逆にちょっとねあのそこら辺詳しい方がいらっしゃれば。 コメント欄にに、ね、お寄せいいただけると嬉しいです、まあ、本当に、ね、非常に簡単に登録していただくことができますので、本当に、ね、アカウントをリンクしていただくということで、特にお名前だったりとかなんかを入力してですね申請をしなければいけないというステータスマッチではありませんので、マリオットボンボイにログインしていただいて、キャッセイパシフィックにログインしていただいて、アカウントをリンクするというのを押していただくだけでですね。 ご活用いただければなというふうに思いいますとことでね、今回の動画につきましては、こちらで以上とさせていただきたいと思います。この動画がためになった、参考になった、面白かったよう方は、ぜひね、高評価ボタンとコメント、気軽に残してい,ていただけると嬉しいです。概要欄下の方に私、SNS の、ねえー、URL を貼ってありますので、ぜひチェックの方よろしくお願いいたします。私の動画の方では、ホテルの宿泊レビューであったりとか、航空機の搭乗レビュー、旅に関する有益な情報等を発信させていただいております。情報のお見逃しがないように、ぜひ、 チャンネル登録とベルマークのね通知ボタンを押していただいて次回以降の動画もチェックしていただけると嬉しいです。ということでまた次回次の動画でお会いしましょう。